はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、じゃじゃん、こちらテム購入編紹介をしていきたいと思います。テムというのは以前も一度動画で紹介したことがあるんですけど、服とか靴とか雑貨とかインテリアとか、とにかくあらゆるものがめっちゃ安く売られてる海外通販サイトです。今回も25,000円分ゲットしてきました。すでにね、ちょっと開けたものとかもあったりして、今ここら辺大爆発してるんですけど、もう大量に今回も紹介していきます。ということで、レッツゴー。ちなみに今回特別にクーポンコードを発行してもらってるので、こちらのコード入れてもらったらかなりお安くなるのでぜひ使ってください。そしたら1点目はですね、今着ているこちらのグレーパーカーです。私ずっとジップアップのグレーパーカー欲しいなって思ってたら、テムでめっちゃいいのを見つけました。これは何がいいかいいと思ったかっていうと、これショート丈なんですよね。ショート丈だと今みたいにこんな感じでトップスっぽく着れるのがすごいいいなって思ったんですよ。なんか最近こういうパーカーとかスウェットとかラフな服を私服としてそして着る、おしゃれに着る方が多いイメージで、私もそういうねスタイルに最近ハマってるんですけど、こういうのは1個あったらさ、ずっと使えるしめっちゃいいなと思ったんです。これがこのグレーの色味とかもちょうどこう暗すぎず明るすぎずな感じも気に入っているし、あとねポケットがめっちゃ大きいんですよね。そして一番何よりいいと思ったのがこれ裏起毛なんです。ポケットもだし、こうもちろんこのボディの中、袖とかも中も全部裏起毛になっています。なんか裏起毛ってかちょっとこうフェルトっぽい感じの生地なんですよね。だめっちゃふわさらって感じ、ふわさらもこって感じで、今の季節着せたらあったかいし、めっちゃ着心地もいいしっていう感じで、すっごい最近ね気に入ってます。サイズ感はこんな感じで、袖は手のひら全体が収まる感じで、丈はそうだな、腰骨のちょっと上くらいの長さですね。こういうのは本当に今の時期だったらトップスとして着ることもできる、だから上からジャケットとかダウンとか着ることもできるし、夏場になったら逆に羽織として着ることもできるので、すっごい便利なんですよ。形もちょっとダボっとした感じとかもすごい可愛かったりして、これはもう絶対に使えること間違いなし、マジで選んでよかったなと思います。はい、そしたら2点目はですね、じゃじゃーん、こちらの黒ワンピをゲットしました。なんかこういう形のワンピースめっちゃ欲しかったんですよね。これ絶対にいろんな場面で使える、ちょっとフォーマルな場でも使えるし、ラフにも着れるし、あと重ね着して着たりもできるからめっちゃいいなと思ったんですよ。しかも届いて思ったのがめっちゃ柔らかい。はい、じゃあこちらのワンピースも着てみたんですけど、思った通りめちゃくちゃ可愛いです。まず着心地がね、すっごいスベスベツルツルでいいですし、軽いし形が綺麗ですね。上半身なんですけど、結構もうフィット感すごいって感じで、もう二の腕もこのボディの部分もすごくキュッとしてますね。ただこのクロートがすごいね、U ネックって感じで開いているので、全部黒なんですけど首周りはすっきりしてて顔がちっちゃく見えるかなと思いました。でこれおへそから 2-3cm 上くらいのところで切り替えになってスカートって感じです。スカート部分はなんかこうシャカシャカしたような感じの素材なのかな、ちょっとシワのつきやすいような感じの素材でフレアになっているので、すごいボリュームが出てて、ちょっとドレスっぽい感じの形がめっちゃ綺麗なんですよね。的にはちょっと思ったより短めかなとは思ったんですけど、こんな感じでソックスブーツ合わせればそんな別になんか短くも感じれない、なんならちょうどいいくらいの長さに感じれるので全然問題なし。これすごいねありがたいなと思ってるのが、スカートの部分にこれなんとポッケがついてるんですよ。めっちゃ嬉しい。こういうワンピースってあんまりついてないことの方が多いんですけど、結構私はポッケ使うこと多いのですごい助かりますね。形も綺麗だし、これは本当にめっちゃ使えそう。ロングコートに合わせるのもいいし、私だったらちょっとレザージャケットとか合わせて着るのもいいんじゃないかなと思いました。全然スニーカーとかフラットなショートブーツとか合わせてかっこよく着るのも全然いいんじゃないかなと思います。ちなみに私の今のコーデのイメージは、バレエの公演を見に行くって感じです。このワンピースにこんな感じで後ろはね大きいリボンつけたらめっちゃバレリーナ感ない。はい、じゃあ3点目はですね、じゃじゃーん、こちらのブラウンのジップアップレザージャケットをゲットしました。実は去年か一昨年あたりにも他の通販サイトでブラックのジップアップのレザージャケットゲットしてて、それもすごい気に入ってたんですけど、ブラックだとちょっとかっこよすぎるんですよね。だからブラウンはちょっとこう甘めに緩く着れるから、なんかよりレトロになってすごい可愛いんじゃないかなと思って、今回はブラウンもゲットしてみましたが、やっぱ思っ
った通り可愛い。はい、じゃあこのジャケットも着てみたんですけど、やっぱね、思った通りめちゃくちゃ可愛いです。ちなみに思ってたより結構薄めなので、中は今の季節だったら結構裏起毛のパーカーとかニットとか着た方があったかいっていうか、まあ寒くないんじゃないかなと思いました。っていうのを先に伝えとくとして、デザインがめちゃくちゃ可愛いですね。まずこのジップアップなんですけど、こうやってねジップ閉めてもほらこうやって上にね布がかさばるようになってるんで、こういうデザインもすごい可愛いなって思ったし、あとやっぱこういうジップアップのレザージャケットならではなんですけど、この裾の部分がちょっとこうブルゾンって感じでなんかこうゴムになってるんですよね。だからこう全体的にダボっとはしつつも、この裾の部分がキュッとなってる感じの形がすごいメンズライクで、なんかレトロな感じがしてめっちゃ可愛いなと思いました。あとはこういう部分であったりとか、あと袖の部分とかにパッチンがついてたりします。特に中はね裏地とかはついてるけど、ポケットとかはついてなくて、まあこの外に2つポケットがついてるくらいですね。やっぱりブラウンの方が私好きだわ。こういうブルゾンっぽい感じのレザージャケットってどうしてもいかつくなってしまうから、黒だとよりいかついんですよ。ブラウンくらいの方がちょっとこう馴染みやすいですね。昭和っぽさもブラウンの方が出る気がします。これは春先くらいまですごい活躍することになりそうですね。サイズ感としてはこんな感じで、もうピーって伸ばすと指先くらいまで袖の長さがあります。そして丈は腰から5センチくらい下の長さまでありますね。お尻は半分くらい隠れることになりそうです。これは今みたいにこうやってパンツスタイルでかっこよく着るのもいいですし、あとはなんか白のさ、なんかフリフリワンピースとかにこれ着たりして、ちょっと甘辛ミックスコーデみたいな感じにするのもいいんじゃないかなと思いました。なるべく服から紹介していこうと思ってるんですけど、ちょっと男性いっぱいあるので、ちょっとちょいちょい順番が来るかもしれないけど、すいませんね。じゃあ次はバッグなんですけど、じゃじゃーん、こんな感じのリボンバッグをゲットしました。これめっちゃ可愛いし、これ去年あたりからめっちゃバズってるんですよね。なんか去年あたりからまずバレリーナコアっていうスタイルがすごい流行ってて、それがまあこうあらゆるところにリボンをつけるみたいな感じのスタイルで、私ってもともとバレエもしてるしリボンも大好きだから、バレリーナコアとかたまらんのですよ。でもうこのバッグは結構去年から評判で、可愛いし使いやすいってことで、私もずっと狙っててようやくテムでゲットしました。まずカラーがこのシルバーっていうのが、服のカラーとか選ばずに何でも合いそうな感じがすごいいいなと思ったのと、まあ、とにかくこのバッグについてリボンたちがめっちゃ可愛いんですよね。持ち手はチェーンになっていて、持ち手の部分ももちろんシルバーです。これはなんかどっちか片方にこう寄るとかはないので、まあ基本斜め掛けはできずにこんな感じで肩にかけて持つって感じですね。中は意外とね容量のある感じなので、割と何でも入りそうだなと思いました。内ポケットもついてますし、あとねこれ口の部分こうやってパッチンもついてるんですけど、意外と中これゴムが入ってて、ほら伸縮可能なんですよ。だから結構物パンパンに詰めてもなんかブチンとか言ったりはしなさそうな感じで、丈夫に使えそうですね。これはもうマジタイプすぎる。なんか結構最近シンプルな格好をすることが多いんですけど、ちょっとこうやってねバッグだけパンツのある感じにしてもすごいコーデが締まって可愛くなるんじゃないかなと思いました。届いた感じも全然生地がこう薄すぎるということもなく、裏地もちゃんとついてるし、なんかちゃっちい感じは全然しないですね。リボンは表面だけついてて、裏はこんな感じで無地です。はい、そしたら次5点目はですね、じゃじゃーん、こちらの大きめのバッグをゲットしました。結構普段から言ってるんですけど、あんまり容量のあるバッグっていうのを持ってなくて、前もティムで1個白い大きめのショルダーバッグをゲットして、それも今すごい使ってるんですけど、黒ももっと着たいなと思って、やっぱ黒も結構かっこいい系のね格好の時にはすごい使うんですよ。で私は大きめのバッグの時はなるべく斜め掛けしたいんですね。でこれはやっぱ何がいいと思ったかって、斜め掛けができることですよ。それがすごいやっぱ大事。なんか最近パソコンとかカメラとか持ち歩く時はなるべくやっぱ大きいバッグがいいんですけど、もう肩掛けとか手に持ったりするのだるいんですよね。なるべくこう両手を空いておきたいから、なんかすごい可愛くて服なんでも合わせやすくて斜め掛けできるバッグっていうのを探してたらこれを見つけました。めっちゃ可愛いし何にでも合いそう。このショルダーの部分は
自分で調節することもできるので短くすることもできますが、私は一番長いところで設定してます。これ開けるとこんな感じですね。本当に物がたくさん入りそうな感じで、この口の部分はパッチンになっています。で、中は特に内ポケットとかはないんですけど、実はねポーチまでついてくるんですよ。結構大きめのポーチで、なんかコザコザしたものとかはこのポーチにまとめることもできるので、そんな内ポケットがないからといって特に不便な感じはありません。これ届いた時ね、このポーチの中にもしっかりと紙風船じゃないわ、なんか型崩れ防止用のやつが入れてくれてたので、すごい綺麗な形で届いたのもグッドポイントでした。ただね、これパソコン入れたくて買ったんですけど、実はこれ横じゃ入らなくて縦にしないと入りませんでした。だからちょっとだけね見えちゃうんですけど、まあ言うて入りゃ OK なので全然許容範囲です。じゃあ6点目はですね、じゃじゃーん、こちらの最近流行ってるなんかこのムートンブーツっぽいものをゲットしてみました。めちゃくちゃ可愛い。これね、なんかサイトにはなんかルームスリッパ、ルームシューズみたいな感じで書かれてるから、まあ部屋で履く用なのかなとも思うんですけど、なんかこういう感じのブーツ結構外で履いてる人も見かけるので、私は可愛いし外で履きたいなとか思ってたりするんだけど、どうなんだろう、無理なのかな。とにかくこんな感じの形です。これはスリッパみたいな形でかかとがほぼないんですよね。結構ねしっかりめの厚底で、身長は3センチくらい漏れるんじゃないかなと思ってます。なんかこういうブーツはちょっとそこら辺行く時にもあると便利だし、まあ普通に普段着として履いても可愛いかなと思うので、しかもねこの中がめっちゃふわふわなんですけど、だから絶対これは履き心地いいわ。もうちょっと薄めのベージュとか黒とかもあったんですけど、私はこのカラーが一番可愛いなと思いました。でもねしっかりこんな感じで、全然なんかちょっちい感じはありません。めちゃくちゃ履き心地いいんだけど、中がさふわもこやからマジで肌触りがいいし、あと結構厚底だからかな、クッション性もあって、なんか歩いててもそんな疲れなさそうな感じがしましたね。かわいい。じゃあ7点目もう一回服なんですけど、じゃじゃーん、こちらのデニムスカートをゲットしました。これはちょっとこうヴィンテージっぽい感じの加工とか色味がすごい可愛いなと思って、今デニムスカート1枚も持ってないですし、最近こういうね感じのスカート流行ってるなと思ってたのでゲットしてみました。多分形もねすごい綺麗だなと思うんですよ。裾のところとかもちょっとこうダメージが入っている感じで、こなれ感のあるコーデができるんじゃないかなと思います。はい、じゃあこちらのロングスカートも履いてみたんですけど、やっぱめっちゃ可愛いしサイズぴったりです。やっぱ通販だからちょっとサイズ感不安なところもあったんですけど、本当に綺麗にぴったりです。ちょっとお尻もキュッとするかなって思ったんですけど、シンプルにこれがマーメイドスカートなので、まあそりゃお尻とか腰周りはキュッとして当然なんですよね。これがマーメイドなので、まあ、ここら辺までキュッとして膝から足先くらいまではフレアになってるって形なので、めっちゃねスタイルアップ効果があるんですよ。着方としてはこのウエストの部分はこうボタンにとチャックになっています。一応ここにねベルト穴を通す用の穴とかもあったり、あとはこれ両サイドにポケットがついてたりして、本当にデザイン自体がすっごい可愛いなと思いました。今のこの緑のねニットともめちゃくちゃ合うくない？あ、今気づいた。後ろにも両サイドポケットあるみたいですね。めっちゃ軽いんですよ。だからデニムスカートめっちゃ重かったり結構たまにするじゃないですか。でもこれは全然着てて楽。はい、じゃあ残りはアクセサリーとか雑貨とかインテリア系を紹介していきます。マジで全部可愛いし安いから、これも見逃さずね。まずはですね、ちゃちゃん、こちらはヘッドホンカバーをゲットしました。私今ね AirPods Max のヘッドホンを使ってるんですけど、もうこれずっと使ってて、ちょっとこのシンプルモードにも飽きてきてカバー欲しいなってずっと思ってたんですよ。でもあんまり日本じゃまだカバーって売ってなくて、やっぱこういう海外通販くらいにしか売ってないんですね。ようやく可愛いのを見つけた。それがじゃじゃん、こんな感じでね、シリコンカバーに蝶々のラインストーンのシールが貼られてるんですよ。可愛すぎ。もちろん両耳ともこんな感じです。ちゃんとねスイッチのある部分とか穴が開いてます。はい、そしたらこんな感じでヘッドホンにカバーつけてみました。めちゃくちゃ可愛いやん。なんか生まれ変わった感じする。こういうさカバーをつけてると劣化防止もなるし、めっちゃいいですよね。はい、こんな感じです。つけてみると
より可愛くなったんじゃないでしょうか。カバーだったらね、飽きたらいろいろ付け替えることもできるしいいですね。付け外しも全然簡単そうだし、これはすごいいいですね。安くゲットできたしめっちゃ嬉しい。はい、そしたら次はこちらリボンピアスをゲットしました。これもね結構最近流行ってるイメージだったんですけど、こんな感じでキラキラのリボンのピアスです。絶対可愛いやんこれは。はい、つけてみるとこんな感じです。可愛い。今みたいなさグレーのシンプルコーデの時は正直あんまり合わないかなとは思うんですけど、スワップした時とかにつけたらこれ絶対映えるしめっちゃ可愛くない？なんかリボンのくるっとした部分は硬いんですけど、このねピローンってなってる部分だけ柔らかいんですよ。しかもあのちょっとアシンメトリーなんですよね、長さが。それもすごいいいなと思いました。可愛い。今の格好に合わなさすぎるけどね。え、これは絶対に使えるから皆さんもぜひゲットしてほしい。じゃあ次こちらはイニシャルのリングをゲットしました。これは H っていうイニシャルと、あとでっかいキラキラがついてて可愛い。可愛いんですけど、これリングが思った以上にめっちゃ大きくて、どの指でも多分めっちゃでかい。親指でもでかいわ。ぶっかぶかなんだけど、きつくすることもできるのかな。あ、そうだよね、できるよね。びっくりした。ほらこんな感じでね、きつくすることもできるので自分の指に合わせれます。じゃーん、こんな感じにしました。中指につけて、なんかちょっとこうクロスしてる感じもすごい可愛いですし、なんかキラキラだけどそんな派手すぎない感じもいいですねめっちゃ自分のイニシャルの主張強いやんって感じやけど、まあ可愛いからよしやんです。それでは次はじゃじゃーん、こちらのモコモコヘアクリップをゲットしました。やっぱ冬だしさ、こういうモコモコ系流行ってるから欲しいなと思ってゲットしちゃったんですけど、やっぱ実物もめっちゃ可愛い。これね、こんな感じで開くようになってるんですけど、髪を掴むところはモコモコになってないのでしっかり髪掴んでくれそう。実際にね髪まとめてみるとこんな感じになります。一気に冬っぽくなって可愛くない？さあ、ヘアクリップってシンプルなやつだと結構かぶるので、こういうモコモコとかでちょっとね差をつけていきたいなと思います。可愛い。ヘアクセ系大好きなのでいっぱい買ってます。じゃあ次はこちらのリボンバレータ2ペアをゲットしました。これはやっぱこのさピロピロの部分がめっちゃ長いのがすごい可愛いなと思ったのと、私ねヘアバレータのパッチンってするやつよりこういうクリップタイプの方が好きなんですよね。こっちの方がすごい扱いやすいので、こういうヘアリボンバレータはもう今まで何個買ってるか分かんないくらいですけど確実に使えるんですよ。全然なんか今のこの髪型にもなんかこんな感じでつけるだけでもいい感じのほらアレンジになるんですよ。あれ便利じゃない？あと2つ結びした時とか三つ編みした時とかにも使えるし、ポニーテールした時とかにもこうくっつけたらめっちゃ可愛くなるしって感じで、すごいね。リボンバレッタ1個あったらめっちゃ使えるからマジで買うのをおすすめします。実はリボンバレッタはこれだけじゃなくて、うちのベルワリボンの方もゲットしました。このベルワリボンバレッタ今まで実は2回くらい買ってるんですよ、別の通販でね。ただもうやっぱ使いすぎてちょっとやっぱ劣化してくるし、まあそれは安いから仕方ないんですけど、ということでまた新調しました。でもこのね裏がクリップになってるのですごい使いやすいですし、これくらいのサイズ感ってね本当になんかいろんな場所に使いやすいんですよ。あの前髪飛べる時とかにも使いやすいですし、今みたいにこうサイドにつけたりとか、まあこれとこれだったら多分こっちの方が使いやすいと思います。はい、これもね一応つけてみるとこんな感じで使えるので、はい、可愛くてすごいおすすめです。そしてヘアアクセサリー系最後はですね、これびっくりすると思うんですけど、じゃじゃーん、こんな感じのヘアゴムたち大量セットをゲットしました。こんな感じでお花のチャームがいっぱいついてるカラフルなヘアゴムがいっぱい入ってるんですけど、家の中だと髪結ぶことが多いんですよ。そういう時に使えるなって思ったのと、あとコウメさんをちょんまげする時とかにこれあったらめっちゃ便利やなと思って、可愛いし使えるなと思って、こんだけ入ってたらさ多少なくしたり落としたりしても全然ショックじゃないから、まあ私こういうヘアゴム系好きなんですよ。なんかねよく見てみるとこういうお花だけじゃなくてカップケーキとかこういうゾウさんっぽい感じの形とかパイナップルとかもとにかくいろんなデザイン入ってて、もう私的にこれはときめいてしまうということで、これは大事に使わせていただきます。じゃあ次はですねテムネイルパーツもめっちゃ可愛いのってるんですよ。あのもう本当にここ半年くらいはずっと私セルフジェルネイルをやってるんですけど、パーツやっぱりね日本で買えるのだとあんまりいいのなかったりとか高かったりするんですよね。
テムは本当に安くて可愛いのいっぱいあるのでちょっといっぱい買っちゃいました。じゃじゃーん、まずはこちらのネイルパーツをゲットしました。これは下の段はいろんな大きさのラメストーンが入ってて、こっちはいろんな形の大きめのラメストーンが入ってますね。ダイヤとか四角とかハートとかも入ってたりして、これはマジでネイルする人にはすっごいおすすめし、はい。そして次はこちらはチェーンですね。これももう絶対使う。すでにシルバーのチェーンは別の通販で買ってめっちゃ使ってるんですよ。なんか埋め尽くしのネイルする時とかに囲うのにすごいあると便利なんですよね。計4種類くらいのチェーンが入ってます。これは便利、最高。はい、そして次はですね、じゃじゃん、これもいろんなカラーのリボンのネイルパーツです。最近さ、やっぱこのリボンネイルもめっちゃ流行ってるじゃないですか。やっぱバレリーナコアのこう流れなのか、本当にリボンが最近流行ってるなと思ってて、いろんなカラー入ってるセットですごい安かったのでゲットしました。そしてこれもこんなもんもテムで買うのかってレベルなんですけど、じゃじゃん、こちらの iPhone のガラスの保護シート、保護フィルムもゲットしました。これも安かったし、もう私マジで iPhone 落としすぎて、もうガラスのやつもうね2ヶ月に1回くらいに変えてるんですよ。だからちょっとなるべく安くゲットしたい、でもできれば丈夫なやつがいいなと思って、ちょっと今回テムで挑戦してみました。じゃあこれもね、この形の充電器を買うのは初なんですけど、この高速充電っぽい感じの iPhone の充電器もゲットしてみました。これは実際に本当に高速充電と同じくらいの速さで充電できるのかちょっと気になるところなので買ってみたんですけど、これ使えるなら最高ですね。はい、そしたら残りはインテリア雑貨ですよ。めっちゃ可愛いのゲットしたんですよ今回。でそれがじゃじゃーん、こちらお皿です。なんかちょっとこう石っぽい感じのお皿なんですけど、韓国っぽい感じのデザインの食器が本当に可愛くて、これ全然食用にも使えるので、私はパスタとかこういうとこに盛り付けたら絶対に可愛く仕上がるなと思ってゲットしてみました。実際に届いた感想としてはやっぱ見た目めっちゃ可愛いですし、全然チャッチさもないです。少し気になったのがこのね、中穴がこう2つあるんですね。なのでちょっと洗った時に水が入りそうだなというのはあるんですけど、まあそれ以外は全然めっちゃいい感じです。なんか韓国のカフェの写真とか見てたら、こういうさ、なんかおしゃれすぎる食器とかが使われてたりしてて、ずっと気になってたんですよ。そしたらテムで売ってた、楽しみ使うの。そしたら次はですね、じゃじゃーん、こちらのバスマットもゲットしました。めっちゃ可愛くない？もうこれは可愛いし買うしかないって感じでした。裏にもしっかりと滑り止めがついてるので、あんまりね、まあいろんなとこに飛んでいったりはしなさそうですし、こういうバスマットはやっぱね、毎日使うもので、まあ、結構洗濯もするのですぐによれちゃうんですよね。だからそろそろ新調しないとなと思ってて可愛いのゲットしちゃいました。そして実はこれが一番届くの楽しみにしてたものなんですけど、やっぱめっちゃ可愛い。じゃじゃーん、こんな感じのティッシュケースをゲットしました。このティッシュケースね、めっちゃ可愛いなと思ってずっと狙ってたんですよ。白もあったんですけど、私はなんかこういうシルバー系の方がかっこよく仕上がるかなと思ってシルバーにしました。結構ね、届いた感じ重めです。落としたら、もう小指とかに落としたら多分骨折するレベルです。でもめっちゃ可愛いわやっぱ。はい、まあこんな感じでちょっと硬いんですけど、まあ意外と使えるのでこれめっちゃおすすめ、可愛いです。はい、そして最後はですね、私海外通販恒例なんですけれども、じゃじゃーん、こちらコウメさん用にお洋服を購入しました。これめっちゃ可愛くない？ここにクマさんのワッペンがついてて、全体的にはすっごいモコモコです。でこれね、パッチンでこんな感じになってるんですけど、これすごいなと思ったのは、ここにねリードをつけれるこのリングがついてるんですよ。しかもこれモコモコでなんか硬い部分がないので、コウメさんが着ててもあんまり苦しくないんじゃないかなと思ってゲットしてみました。コウメさんね、本当に冬寒がりで、ちょっと寒いと震えちゃうんですね。でお洋服しかも大好きなんで、まあこれも喜んでくれるんじゃないかなと思ってます。
ム購入品すべて紹介し終わりました。あのね、外れが一つもないです。これもね、選んでよかったなと思えるものばかりで、とにかく全部安いし本当に使えるものが多いっていうか、こんなの探してたっていうのがめっちゃあるから、もうなんかサイト見てるだけでも楽しいので、あの見るだけでもぜひチェックしてほしいです。概要欄に URL も載せてますし、もしお買い物される場合はこちらのクーポンコード使っていただけるとさらにお安くなるので、ぜひ使ってください。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。でもいい感じみたいな、めっちゃ気になるって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram、TikTok もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。